これがこの間もお話しした九州場所の土俵周りですね。マットっていうふうに聞いてるんですけど、どっちかっていうと硬い、樹脂みたいなね板になってます。まあ手で触れることはできないんだけど、思っているようなマットよりは硬そうかなと思いますね。音も落ちた時は、それほどね柔らかい音はしてないので、足もくじかない程度の硬さになっているのかなというふうに思います。これはね九州場所9日目の土俵になりますが、ひび割れなどはねだいぶ補修されていて、残り1週間ねこの土俵を、補修して相撲を取っていくということになってますが、ところどころねひびは見えるんですけど、その上から新しく土を塗っているという感じです。土俵の上は、こんな感じですね。はい、意外と蛇の目の高さもあるかなって感じですね。この砂の部分が出たか出てないかっていうのが判断の基準になるところですね。もう一度近寄ってみようか。こんな感じですね。2センチか3センチぐらい高さありそうですね。はい、以上九州場所の土俵情報でした。